久しぶりの時間やったわ。いやー、最後の2時間もうダメだった。最初の1時間なんか勝ち負けなしでやってチームのなんかドリブルばっかしてるするやつがいて、まあ個人技ばっかつけんなよと思ったけど、まあ温存できたから、省エネ。いやマジ疲れたわ、まあ、やっぱりアミノ酸取ったのが、乳酸をきちんと取ったから最後までバレなかった。いやもうやっぱ4時間は無理、4時間もやるもんじゃないよ、2時間で十分だよ。たくさんやればいいってもんじゃない。大トロ、まあいいや。いやー戦闘行きて、マジで戦闘行きたい。これカエルけど、やっぱり勝ち負けになってもうなんかずっと消極的にやってたけど、負けるの悔しいから、後ろでまあ守備だけやってたけど、あとなんか一人なんかパーマの人がめちゃくちゃうまかった。他の人もうまかった。いやー勝ち負けやりたくないな。負けると悔しいから、やっぱ今日も瞑想ずっとやってたから負けても別に何にも思わなかった。瞑想のおかげでしょ。
当に疲れた。調べですよ。立ちんぼ速攻警察に通報するから。いやー、膝が全然脱臼する心配なかったから。やっぱサポーターやって他病の滑り止めのやつちゃんと履いて靴下、靴もちゃんと人工芝用の滑らないやつ履いた。まあだからそれまではもう滑る靴に滑る靴下にサポーター履かないで、まあそりゃそれ脱臼するよな。でしかも久しぶりにやってっていう、そう、もう脱臼する要素が全部重なってたから、やっていくうちにやっぱりなんで脱臼するかっていう、そう、それをそれが分かったら対策できる。めっちゃ走ってるよ、ね、お姉ちゃんポカリ売ってるわポカリ助かるわ。これてか普通に考えてこんな時間に走ったら危ないでしょ。普通にシンプルに考えて、シンプルに春の合間に仕事するっていうのが、緩く仕事するっていうこの順番だともう全く苦じゃない。そう、これが逆だと やっぱりストレスになっちゃうけど、やっぱりドリブラーの子を忖度してあげてたけど、やっぱ勝ち負けになったらもうそうはいかんから、全くね、1対1で抜かれる気配ない。自分そう一回も抜かれなかったから、申し訳ない。最後や一個なんか、まあラッキーってこう、まぐれな突破で
まぐれだったけど、そう、ね、うまかったけど。何考えてるか分かんないのがダメなんだ。何考えてるか分かんないやつが、でしかもその左と右両方切れるっていうのが、そう、だいたい左のやつ、左っていうか右の片側しかそのドリブルできないから、両方できる人ってやっぱめちゃくちゃうまい。 ほとんどいない。両側に両側にドリブル切れる、なんか側に空気レベルで切り込める人って本当にないよ。ああいうのはもう全然楽。パターンが なんとなく読めるから、なんとなくもう分かる、なんとなくもう分かる人と全く何考えてるか分かんないパターンのドリブラーがいて、そう、全く何考えてるか分かんない人は本当に無理。そう、本当に翻弄されるから、本当にね、もう全部裏かかわれるから。そう、本当にね、全部裏かかれるぐらい、全部彼なんかはもう典型的に、まずそのまずその 前向いてそのボール持たせない。そうするためにはどうしたらいいかって、やっぱり持たせないようにそのマンツーまでつけばいい。したらもうその後ろに下がって受けるしかないから、前でボール持たせない。後ろでボール持ったって別に何もなんない。そっから一人で別にドリブル したって別に何にもなんない。何にもなんないっていうか、点入る確率は、そう、高い位置にポジションを取ったら、
のスペースを作んなきゃ、スペース作んないようにマンツーマンで、あのスポーンディフェンスじゃないけど、そう、ありがとうございます。
逆走のもとに逆風なんてことは何もできない。Thank you.